ょう、引っ張り出されたのはハゲセットイズム。大将桃地君、ここからの逆算立て、主催者桃地は何を見せるか。相手は先方でも中盤、さあでもは丁寧に刻んでいく。ここまでマイストナイズは見事、画面が近づいていったら、桃地が上からかぶせて大きなコンボ、下からダイバックブラック、一瞬の隙、桃地がね、勝負した。さあ、大丈夫かな。さあ、ジャンカルで逃げていたけど、中央には戻ってきたか。うわさあ、ゴジラに同じに、あのターゲットには反撃できないと言われていましたが、桃地は反撃してきたところ、そのままミニクスタッツだけを見せる。でもこのミニクス、そしてこのグランドイズナー、激しい攻防。さあ、やはりあのターゲットの隙は完全に桃地狙っているか。でスラムイスキルで逃げていく。さあ、バトルは IG、 そして追撃はスラ。竜巻暴れをしていたのは桃地、ここもきっちりターゲットからエンジン、ウィンチカランス足りないが、あるよ。さあ、削りがないので倒しにいく。最後5番カウンターヒット。大将で出てきた桃地選手ですが、安定していたと。これは逆三角でも十分期待できるような滑り出し。さあ、それでもまずはこのネモを倒さなければいけない。おいしい。もっとここ昇竜出ずか、逆から潰した形か。ね、取る。さあ、この場合もターゲットを使って、はい、バズな、はい、これはクラッシュカウンター確認か。おいしい。そして、はい、ここ3つから手の攻めが続いていく。よっと抜けられるな、間に合った。オッケーオッケー。さあ、レゴのスライディングのヒット率が異常なんじゃないか、これ。さあ、グランドイズナーを酔わせて、ここは空中に逃げた、桃地。はい、そしてグランドイズナー手段一つ、ガードを固めるのは桃地。ここから何を見る。桃地はナイスメイクガード、一気に硬くなった。嫌な空気になってきたぞ。早く倒したいのは、でも桃地は何を見ている。ここから何ができる。時間は残り30秒。さあ、ここでねじ込みだ。しかし V に忘れ、さあ濁したのは、でも燃えてるぞ。ダメ、はい、打ち分け。嫌な空気の中、ネモが逃げ切った。はい、もうチャンスに勝つ。ネモもマックスだが、ここはナイスヒット確認でプレッシャーをかける。差し合い、中盤で差し合うか。このスラを1分で取って、はい、ここもくぐりたいくから、さあ、ここを繋げて、ダメ押し、はい、そして投げ、危険な場になる。やっすよ、ここガードになる。グランドリスはやや早かったが、ガードの放置、この画面の端の、ここうまく崩して、スキルか、入れ替えている。さあ、トリガーでフォローした、ガード間に合ったか、はい、グランドリスは入ってるか、ナイスフォローだよ。素晴らしい切れ出し。さあ、ネモがここに来て、このコマンド投げを多用、起き上がりにセットプレーのごとく対応してきている。1-1となって桃地、どう対応してみせるか。さあ、うまく構えて抜けた。さあ、前に出るところにすら、まあ、中小流どんどん返して、さあ、下段からの竜巻、すかし下段。さあ、桃地もリズムが変わってきた。さあ、いい判断、中小流は早め。さあ、またアースラグラッシュカウンター、そして前に歩いて押してもグラディーズナ。さあ、両者の
選択肢が激しくなってきた、はい、10番カウンター確認はさすが相打ちから申しが攻める、下段からの決め打ちに、さあ、ブリッドマスターで見える遅らせはきっちりガードして集中台倒しにかかるまでも、しかし受動させない、もちろんチャンスしかしてない、さあ、レッツ、さあ、きっちりブリッドマスターで距離を離して、さあ、どうもガードする、粘れるか、中小うまく引っ掛けた、さあ今後はミスなく、はい、さあ何か今見せる、ネモがいいペース、はい、さあここも差し合 い, い, い、ね、ネモに軍配、早い展開を作って、さあ鋭いマイスターゲームあるぞ、おさあこれはミスになったが、その後一文字発音、目の前にいる、でもガードは硬い、はい、さあ岩倉いく、さすがの反応判断、メモバルブリーチ、さあ最後の決勝で三立てを見せるか、でも、はい、さあガードしてもバルロが有利、一気にゲージを使ってくる、ガードしおきクラッシュカウンターから、昇竜からのクリティカルアーツ、これで最後は半分奪ったが、トゥイスキュー、追撃から、でもカウンターが甘く、さあ、それで発動、昇竜、昇竜を決めて、すかしげだ、初の昇竜、昇竜、一気に溶けていくバルログ、桃地のラッシュ、バルログが一瞬で溶けた、おい